皆さんお久しぶりです。セパラジが、久しぶりに再開します。国内大会の動画だとか海外のプレーを、ショートムービーだとかで上げてはいたんですけれども、久しぶりにこのセパラジの方も、再開しようということで、また今月から再開したいと思います。で、久しぶりの再開で話を聞くのは女子日本代表選手アタッカーの牧尾渚選手です。世界大会が7月に行われて、来月9月にはアジア大会が控えているというところなので、そこらあたりの話を聞ければなということで今回お話を伺いました。ぜひ皆さんも聞いてみてください。改めましてお願いします。よろしくお願いします。お願いします。どれぐらいだろう、結局ラジオ自体も多分1年ぶりぐらいかな、はい、ちょっともうずっと休んでて、そうなんだよ、はい、ほんと去年のほんと7月ぐらいでちょっと仕事を切り替えるタイミングでもあって、はい、あの一旦休止しようっつってやめてからの久しぶりの再会がなぎになりました。光栄です。いや、とんでもないです。光栄です。光栄です。いや、とりあえず直近はやっぱり世界大会だよね。そうですね。キングスに行ってまいりました。ね、お疲れ様です。ありがとうございます。まあ、結果としてはあまりこう、いい結果として持ち帰れなかったけれども、うん、まあ、どうだった？そうですね。私が、出場するはずだった種目がクワットとチームの2種目だったんですけど、うん、最初がクワットで後半が、チームレグだったんですけど、ちょっと膝を痛めてしまってクワットだけの出場になったんですけど。あ、そうなんだね。へぇ。そうです、実は。なので、まあちょっと手応えは感じつつ、課題は山盛りっていう感じで帰ってきました。なるほど。お疲れ様でした。はい、アジア大会が来月にあるけれども、なんかその前哨戦じゃないけど、はい。他の国々の様子とかってどうだったの？うまかったです。まあ、まあ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 、まあそうだろうね。そうですね。どんな感じだった？なんか違った？いつもと。なんか中国とか、ここ最近見てなかったんですけど、久々に中国の試合も見て、戦ったりもしたし、なんかベトとタイはやっぱり全然動きも違うし、なんか本当に同じ競技かなみたいな感じの試合をやってて、なんかまだまだだなって改めて実感しました。なるほどね。まだまだっていうのはアタックの部分、それともこう、レシーブだとか、なんか一番そういうので感じたのはどこら辺だったの？もう本当全部なんですけど、でも、なんかアタックの決定率とかが圧倒的にやっぱり違って、パンチがやっぱり海外に比べてないから、ちょっとこう、緩いボールを打ってしまったりとかちょっと迷って、遠めのアタックとか絶対に取られるし、こっちが取れるはずの1点なのに、こっちの点数になってないみたいなことが、すごい自分がやっててもそうだし、チームを見てても、あ、もったいないなって思うことがあって、やっぱアタックアタッカーのレベルアップってすごい大事だなって思いました。なるほどね、はい。でもまあ日本国内の大会では決定率はすごくなぎは高い選手だと思うんだけど、でもやっぱその意識というか状態で言ったら全然やっぱ世界ではかなわないっていうのが改めて感じたっていうところ。そうですね、うちのもうトサーとかのレシーブ力もすごいし、で、それにつなげたトスもしっかりネットに寄せてきて、バチコモンって打たれて、ワンプレーあっという間に終わるみたいな感じでしたね。なるほどね。そっか、はい。サーブはどうだった？向こうのサーブは。サーブは私クワットだけだったんで、実際にこう受けたスピード感とかは、あんまりちょっと今回はわかんなかったんですけど、まあサーバーはすごい組み立てが、まあサトチナとか上手だし、ピチとユリさんもフェイントと強打とみたいな感じですごい分けて使えてたので、まあもちろん海外はすごい早いんですけど、エース取れててこう崩せた部分もあったので、レベル的には
いい感じにこう、なってきてるんじゃないかなっていう感じですね。ほう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 。サーブの攻撃の部分は、いい感じに来てるんじゃないかなって。はい、そうですね。なるほどね。よくレシーブが課題にはなったりするけど、レシーブはどうだった、うん、大丈夫そうだった、はい、レシーブは、やっぱりインステップがあっちは多くて、打点も高いので、日本でこう練習してる平行の軌道、そういうのだったらやっぱりこう慣れてて取れる感じとかはあるんですけど、打点とこう軌道が違うとやっぱり足元とかに来て、間の奥のすごい深いコースとかに来て、エース取られるっていうことはやっぱりまだありましたね、何本か。そうだよね。まあそこはまた詰めていかなきゃいけないとこだよね。そうですね。いや、さっきも言ってくれたみたいに、ナギはこう膝の怪我というか足の怪我を復帰したばっかりで、はい、まあ去年のアジア大会の時にはちょうど怪我が治るか治らないかの瀬戸際で、はいはい、で、まあ、一年間伸びて、まあ、ナギにとっては逆にまあ、少し、こう、安定させれる期間になったのかな、っていうところでもあったと思うんだけど、うん、はい、その、怪我からの復帰からの今の調子はどうなのかな、と思ってて。めちゃめちゃいいってわけではない。で、なんか筋力とか、その、怪我した時の怖さみたいなのはもう別で、なんかただただ技術不足っていう感じで、調子の足、良し悪しが違ってますね。怪我って、うん、まあなんだかんだそれなりに長い期間怪我のリハビリも含めてやってたと思うんだけど、はい。やっぱ怪我との向き合い方というか、怪我してる時になんか意識してたこととかってあるの？右膝を1回目にやって、2回目が左膝だったんですけど、1回目の右膝の時は、まあ、すごいショックでは、初めて大きい怪我したのでショックであったんですけど、なんか初めてそういうリハビリっていうものをしっかりやって、手術とかもやって、初めてのことだったので、ちょっとこう体が良くなっていく感じも、なんか楽しめたみたいなのもあるし、ちょうどコロナ禍で、みんなもう試合もなかったし、練習も普通にできないみたいな感じの時期にちょうど怪我をしたので、そんなこう焦りとかはなかったんですけど、やっぱ2回目の左膝の時は、ブロックの着地足だし、アタックの着地足っていうのもあって、結構なんか気持ちも体も時間かかった感じはありましたね。そうだよね。はい。正直さ、自分がそういう怪我してないから、はい、同じアタッカーとしてブロックの着地で怪我したら次ブロック飛べる気がしないっていうかさ、もう飛びたくないってなっちゃうと思うんだけど、はい、今はどうなの？ブロック行くときにさ、ちょっとさ、よぎったりしないの、はい、そういうのは。前はありましたね。ほんと、ここ2、3ヶ月ぐらい、やっと抜けて思いっきり飛べるようにはなったんですけど、それまではもう、なんか、ぼーっとしてたらよぎるみたいな。寝る前によぎるし、飛ぶ前にちょっと躊躇するし、みたいな。それなかなか前に進めなかった時期がありましたね。そうだよね。じゃあちゃんと、はい。もう主に、やっぱ膝怪我して、うん、トレーナーさんにここを意識してトレーニングしなさい、リハビリしなさいって言われたのは、V で言うとどこになるの、はい、私の場合は、ハムが、うまく使えなくて、まあ、お尻もなんですけど、ふくらはぎですごい頑張っちゃうので、多分こんな、ボーンってふくらはぎになってるんですけど、ふくらはぎが張りすぎないように、まあ、ももとハムでしっかりとこう、重心を止めるみたいなところはよく言われてましたね。なるほどね。いや、なんかそれすごくわかるし、言われたら多分わかると思うんだけど、はい、よし、じゃあ使えるようにしましょうって言われて、はい、どう使えるようになった使えるようにな、なんかイメージが俺もわからなくて、はい、多分俺も使えてなくて、お尻とかもも裏を上手に、はいはい。それを上手に使えるようになるってどうなるんだろうっていうのが漠然とわからないんだよね。正直そのプレイしてるときは、もうほんとボールとその試合の状況しか意識できないので、あんまりそういう時に、あ、この着地で今お尻使うよなとか全く考えたことはないんですけど、前に比べると、そう、使い方が分かってきたみたいな。それが染みついてるかどうかは別として、こう、本当に軽いスクワットでも、なんか効いてるところが違うし、裏に裏をしっかりこう、ハムを止めてとかって言われたらそこに力が入れれるようには
なったので、使い方が分かってきたっていう感じではあるんですけど、それはちょっと使えてるかは分かんないですね。ああ、なるほどね。まあでも、あ、これが使ってるっていう感覚なんだな、みたいなものに気づけるようになったっていうふうな。はい、へえ、ね、そういうことなんだ。全然分かんねえんだよな。まあ多分使えた方。使えてないから、2回目怪我したんですけどね。なるほどね。本当お尻使えた方がいい、もも裏使えた方がいいっていうのは、絶対そうだって分かってんだけど、使ったことがない、ちゃんと使えたことがない人にとっちゃ、分からないんだよな、俺が。多分自分が使えてないんだよな、ね。最初から意識するところじゃないですもんね。やっぱり、まあ、なぎも、ね、最初の怪我の時もそうだけど、ある程度競技者としてレベルが高くなって、はい、パフォーマンスが高くなってきてから大体女子も男子も怪我をするじゃん。はい。なんかそれがセパ多いなって思ってて、うん、やっぱりその動きがある程度こう決まってくるというか、同じ動作になってきた時に、うん、はい、なんかそれに対してこう急に卓越した動きになるというか、うん、高いパフォーマンスを出そうとしてて、で、それに対する体がついてこれずに怪我をするっていうのが多いなと思ってて、だから、まあ最初のみんながみんなやる必要はないかなと思うんだけど、まあ今回ナギがリハビリとかトレーニングでやってるような、そのハムだとか、お尻だとか、まあそういったところは、まあみんな必要だよっていうところだよね。みんなやっとけよっていうね。やっといてください。怪我しますよ。どうも、皆さん頑張ってください。じゃあ、もも裏と、お尻の、はい、トレーニング、わかんなかったら、なぎに聞いてくれ、私に声かけてください。ぜひ、お待ちしております。なるほどね。でも、それやって、今、はい、リハビリを、まあ、やりながらだと思うんだけど、トレーニングも、はい、膝回復して、コート入りました、って言ったら、前のレベルが、まあ、10だとしたら、今は、はい、その、11とか上に行ったりはしてるの？アタック以外のところだと、割と前と比べたら精度も上がってきたなって感じはあるんですけど、アタックがちょっと、アタックはなのに。アタックの何がダメなの？もちろんジャンプして高いところでっていうのは、すごい、ずっと意識はしてたんですけど、やっぱり海外みたいなこうインパクトが欲しいと思ったし、それはジャンプと同じぐらい必要だなって思ったので、怪我してからの徐々にこうアタック始めるところも、ジャンプもするけど、インパクトはすごい、もうほんと最初にぐらい、1で始める時ぐらいからもう意識はして、インパクトは大事にしてたんですけど、そうすると、そのジャンプも意識し始めた時に、タイミングなんかわからなくなって、てくるというか、空中でそのインパクトを出すやり方がなんかいまいち落とし込めなくて、飛ぼうとしても落ちるときになんか一番力が多分自分が今一番入れやすいタイミングでしかインパクトを出せないみたいなのが、ずっとなんか今ダラダラ続いてる。まあアタッカーあるあるだよね、これに関しては。そうだよね、うん、いやーインパクトか、力の強い、スピード感とかいうアタックを打ちたいってなったら、はい、まずどういう意識になるの？はい、どこに意識を持ってって、どういうふうに変えようっていうふうにする？私は、まず、なんか理想のタイミングというか、打ち方の、まあ、海外の選手の動画とかなんですけど、を見まくって、イメージを頭に入れて、そのイメージのまま、まず、なんか感覚で、このリズムを取るというか、もうここだけ意識するみたいな感じでやっていくタイプかもしれないです。最初からなんかいろいろ考えてってよりは、イメージとかその動画の中の人のリズムを自分に当てはめるみたいな感じですね。さすが日体生だね。ノーキング。いや、まあでも大事だよね。まずどういうふうに動かしてんのかな、どういうふうに感覚なのかなっていうものを自分の体で一回落とし込んでみて感じるってことだよね。はい、そうですね。いや、大事だよね。なるほどね。で、そこから、まあなんとなくこう、フォームが、なんとなくこうかなってつかめたときに、はい。でもまたもうちょっとこう、パンチを出したい、力強くしたいってなるとするじゃない。はい。そうなったら、もう本当に細かいところで言うと、どこに、どこをどう変えたら、
パンチが上がるっていう風に変えていくの、はい、今は、やっぱ柔軟性って本当大事だなと思って今更なんですけど。今かよ。なんかある程度柔らかいじゃダメだなと思って。もう立ったまま足ここまで上げれるくらいで、それで止めれるぐらいじゃないとダメだなと思って、もう海外の動画を見たときに、その柔軟性、ここまで足をこう振りで持ってこれる柔軟性と、まあ腸腰筋腹筋あたり、空中でもバランスが崩れてる中でも、そこを使ってあげれる筋力とかやっぱ必要だなって思いました。そうだよね。海外本当に柔らかいもんね。なんかぐにゃんぐにゃんだよね。体操選手ぐらいね。アタッカーもサーバーもね。はい。そうか。改めて感じちゃったか。同じアタッカーだから、はい。自分がパンチを出したいっていう時に意識するのは、うん、はい。やっぱさっき、まあ、ナギが言ったみたいに、押す時間を長くするなんでね、はい、俺は。うん、だから蹴る瞬間の筋力というかパワーじゃなく、どれだけそれをまっすぐ、こう、芯を捉えてまっすぐ押せるかっていう、押す時間長くするみたいなところがあるから、でも俺ローリングだから押そうと思えば押せるのいくらでも。でもシザースはやっぱ限界値があるから、はい。まあね、体がここまでしかいかないってなってしまうと、じゃあ、どれだけ前で触るかみたいになっちゃうもんね。で、押すかってなっちゃうから、うん、まあそうなると打てる範囲が狭くなっちゃうから、やっぱり柔らかくて、押す時間が長い方がいいよねっていうことだよね。そうですね。あたいこってまとめてくれて、私の拙い説明を。そんなことないよ。ありがとうございます。大事ですよ、そういう意識はね、はい。だからまあ力任せではないってことだよね。本当にでもそれはその通りかなと思ってて、結構力任せにこう力んじゃう人も多いなと思ってるから、はい、そうじゃなくて、しっかりと体使ってボールをこう押し込むことができれば、スピードも上がるし、まあサーブとかもそうだけど、こう重さにつながるというかね、やっぱ海外のアタックの重いもんね、取れないもんね、足を出したところでね。持ってかれますね。うん。なんかそういうのにもつながるかなと思うからね。確かに。そういうのは必要かもね。ナギって本当出会った時から、俺はもうパフォーマンスができちゃってるナギしか知らないっていうか覚えてないんだけど、学生時代のナギを全然覚えてなくて、はい、それこそ始めた時とか、はい、始めたきっかけとかも知らないし、はい、なんかそんなのも、ちょっと聞こうかなーと思ってて。あら、はい。あらって何よ。じゃあ、まず始めたきっかけ何だったんでしょうかね、はい。これがですね、実は覚えてなくて、もう絶対聞かれる質問じゃないですか。初対面とか面接とかでも。なんで、そういう時は、一応、初めてのことを一からスタートするのが、魅力的で、みたいな感じで、いい感じのことを答えてたんですけど、実際のところは、なんか多分ぬるっと入った感じですね。それは本当友達とかと勧誘に、あ、顔を出しに行ったぐらいな感覚ってこと、はい、そうです。友達4人と部活ずっと迷ってたんですけど、それぞれみんな違う競技を高校までしてて、でそのままその、ちゃんとした部活に入るか、とこうサークルっぽい楽しめる部活に入るかを迷ってて、4人でいろいろ行ってたんですけど、最初私多分トレーナーにの仕事に興味があったので、トレーナー研究会っていう各部活に配属されて、そこの選手をケアするみたいな、あるね、日程あるね、トレケンあるね、あ、そうそう、トレケンそれに入ろうと思ってたんですけど、教育学科だったんで、周りの子たちがやっぱりすっごいちゃんと部活をやってる子たちばっかで、なんか、いいな、みたいな。私もちょっともう一回動きたいなと思って、多分トレケンからフットサルとか行った記憶はあるんですけど、なんでセパタクルを選んだかは、記憶にない。記憶にないけど、じゃあ明日も来てねって言われて、なんとなく明日も行っちゃってたぐらいな感じってこと。そう。で、ポジションもそんな感じで決めたんだと思います。そうなんだね。その時の4人の友達の残り3人はセパに入ったの、はいはい、入ってないです。入ってなくて、サッカーやってた子はサッカー行って、ダンスやってた子ダンス行って、バスケやってた子バスケ行きました。みんな地元に帰ったみたいな感じ。そうそう
私だけなんか新しいこと始めちゃったっていう。そうなんだ。でも今競技続けてるのなぎだけでしょ、その4人の中で。そうですね、みんな就職しましたね。すごいね。しかも続けて日本代表選手だもんね。そりゃなぎすげえなってなるよね。なってるんですかね。そうなんだ。ぬるっと始めて、代表選手に選ばれてたのはいつだったの？1年生の JOC で、その時は育成のカテゴリーがあったので、その時に育成に入って、強化は次かその次の選考だったと思います。じゃあまあ2年生か2年のまあ後半とかそれぐらいにも選ばれてるってことやね、はい。そうですね。素晴らしいね。学生の頃何考えてたの？何考えてたんですか？でももう本当偉大な先輩たちばっかりだったので、ノルマも終わってない状態だったんですよ、日体の。あるね。なんで、とにかくもう、玉蹴りを普通にできるようにから始まりました。なるほどね。まあ、一つ一つ、やらなきゃいけないことというか、課題に対してやってったら、はい、まあ、トン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 と身について、はい。うまくなっちゃってたっていう感じかな。やってた。そうですね。そうだといいんですけど。そうか。じゃあまあ、あまり計画的にというよりか、とりあえずなんかやってたら上手くなってたみたいな感じかな。かもしれない。ほんとかっこいい経歴がいいんだけど。まあ、まあでもそれだけ潜在能力というか、たけてたんだろうね。向いてたんだろうね。セパにね、いろいろ体とかそういうのがね。そうですね。だといいんですけど。そうか。それで4年生で、今、社会人5年目 ?4 年目 ?4 年目です。4年目か。そうか。代表選手として、まあ10年まだいかないくらい？そうですね。今8年目。どう？ 8 年間代表選手とやって、どう感じてる？どう感じてる？まあ多分話をしてったら、必ず周りに日本代表選手っていう風な感じの、その違うくらいで見られるわけじゃない。はい、よく自分もあるんだけど、はい、今のなぎからしたら、まあ、はいね、現役の代表選手ってどんな感じで今いて、どう感じてんだろうなと思って。他の競技、メジャーな競技とかだと、やっぱりすごい戦いを勝ち抜いて、やっとこう代表選手になれるって、もう数年のレベルじゃないじゃないですか。あの、メジャーな競技だと。だから、こういうふうに長く代表選手として、試合とかに出れてるのはありがたいことだなって思うんですけど、こう、セパタクロやってます。で、代表です。とは、大きな声で、あんまり言いたくないくらいのプレイしかできないので、かっこいいプレイ、もう、する選手になりたい。まあ、気持ちとしてはね。そうですね。いや、でも十分でしょう、うん。代表選手女子としてもね、アタッカーで。はい、まあ、なかなかない、抜ける人はいないんじゃない？これからもね。います。全然います。いやー、なかなかポテンシャルは高いと思うけどね。そうか。なんか気にしたりする？代表選手だから、ああだなとかこうだな。まあ気にしなきゃいけない時はあると思うんだけど、はい、普通の人って絶対ないから、自分が代表選手だっていうのはないじゃない。はい、日の丸を背負うっていうこと自体が。はい、なんかそれって特別人と喋ってて、なんか自分が特に意識させられてたなみたいなとこってあったりする？あんまりないかも。あ、もう等身大っていうかそのまま？そうですね。まあまあいいこと、いいんじゃないですか。いいことだと思いますよ。いや、なんか俺はさ、すごく、はい、本当にどうしようもない時から選んでもらってるから、はい、ちゃんとしてないことが多くて、はい、やっぱよく怒られてたし、あ、やっぱりこういう時に、ちゃんとしないと、はい、そういう風に自分が見られる。自分が見られるんじゃなくて、周りがそう見られる。みたいな感じのことを、すごく言われてた記憶があったから、ああ、ダメなんだなっていうのがすごいあって。そうそう。なんかそういうのがさ、あったから。人たちはちゃんとして。黒、まあ、黒はそうだね。なんか、なんて言うんだろうね。どうしようもない、どうしようもない時がいっぱいあったから。意外すぎる。意外じゃないでしょ。本当どうしようもない。今でもどうしようもないのさ。いやいや、もっとどうしようもないあったけど。来月、アジア大会あっ
て、で、また次のアジア大会もあるけど、なんかどんな感じでそこら辺考えてんのかなっていうのも気になるけど、なんかそこになるとぐーんって話が重たくなる気もしていて。はい。はい、そうですね。まあ、キングス行って、まあ自分が出てない種目も、まあ合間とかに海外の試合とかも見て、まあもちろん私たちもアジア大会に向けて練習は、まあ合宿とかも結構やってたんですけど、やっぱりそれ以上に海外は成長してたので、まあとにかく残りの期間、まあできる限りそれぞれの課題を潰して、しっかりと相手と戦える、互角に戦えるくらいの試合をしたいなって思っています。もうそのためには今、じゃあ何やらなきゃいけないみたいなのも結構こう具体的に落とし込めてはいるの？はい、そうですね。もう本当、とにかく私はアタックのもう率もだし、なんかバリエーションがやっぱ少ないなって思うので、この内訳、もう流しと引っ張りだけじゃなくて、こう手前に落とすとか、フェイントの落とす位置とかも細かく取り上げてやっていかなきゃなって思ってます。頑張んないといけないですね。そうなんです。頑張んないといけないです。